こんにちは、富山ゆりかです。このマテリアルという作品は、私の家の近所にある小さな町工場のゴミ箱の中を写したものです。そのゴミ箱には鉄くずが毎日のように捨てられ、キラキラと輝いています。私はその鉄くずに魅せられ、2011年からずっと撮り続けています。撮り続けるうちに、なぜこんなにこの鉄くずに惹かれるのか、この町工場に惹かれるのか、そういったことを考えるようになりました。私は幼い頃、材木工場の上の家に住んでいました。材木工場から出される木くずのリボン状になったくるくるとしたカンナくず、それを見るのがとても好きだった幼い頃を思い出しました。その工場も家も嫌いだったのですが、その時に見たもの、感じたこと、そういったことが自分の内面に染みついて、そして今の自分自身を作り上げているのだということに気づいたのです。私は自分自身を知るために写真を撮り続けています。写真は自分自身の内面を映す鏡であるということに気づいたからです。ですので、このマテリアルという作品は大変詩的なものであり、私自身の内面を映しているものだと考えています。2019年にこの作品を展示した時に、下町の抽象画のようだという感想をいただきました。あくまでも鉄くずという具象のものをそのまま撮った作品ではあるのですが、抽象画のように見る人にとって自分自身の内面と対話し、そして自分自身に気づく、そういった作品になればというふうに考えています。